オーティストルダのンは、の岩木のン下のン族に分類される鳥類。山ナナントリとも呼ばれる。本種のみでのン族を形成する。のン族はのン下の模式族。中華人民共和国先部。モンゴル、ロシア南西部下記に、ロシア南西部で繁殖し、冬季に中華人民共和国へ南下し越冬する。日本では、本阿蘇が、名鳥として主に冬に記録されている。記録は、 北海道から沖縄県まで各地である。ウクライナ、カザフスタン、スペイン、中華人民共和国北西部、ドイツの一部、トルクメニスタン、トルコ、モロッコ北部、ロシア南西部下記に中華人民共和国西部からヨーロッパ東部、イベリア半島で繁殖し、東部個体群は西アジアへ南下し越冬する。西部個体群は渡りを行わない。 全長オス100から105センチメートル、メス75から80センチメートル、翼海長190から260センチメートル、体重オス18キログラム、メス3から5キログラムとの眼下最重量種。メスよりもオスの方が大型になる。上面は高褐色や赤褐色の羽毛で覆われ、黒い横縞が生える。頭部から胸部が淡褐色、腹部は白い羽毛で覆われる。 翼は白く、初列風切り全体。自列風切りと三列風切りの先端は黒い。交際は褐色。くちばしはやや短く扁平。くちばしや講子の色彩は肺褐色。幼鳥は全身の羽毛が泡褐色味を帯びる。オスの成長は頭部から頸部が明灰色で覆われる。また繁殖期になると胸部が赤褐色の羽毛で覆われ。 くちばしの基部側面から後方へ羽毛が伸長する。またオスは喉袋が発達する。半砂漠地帯の草原、農耕地に生息する。群れを形成し生活し、同性や同年代の個体からなる群れも形成する。植生は雑食で、植物の葉、花、果実、種子、昆虫、鳥類の卵やヒナ、小型哺乳類などを食べる。繁殖形態は卵性。婚姻形態は、 一夫多妻か乱婚型。オスは、集団で求愛する場所を形成する。オスは、レック内で分散し喉袋を膨らませ翼やお葉を広げ、さらに全身の羽毛を逆立てる行動を繰り返しメスに、求愛する。4から7月に、地面のくぼみに、1から4個の卵を1から2日の間隔を空けて、年に1回産む。メスのみが放卵し、放卵期間は21から28日。 オスは生後5から6年、メスは生後2から3年で生成熟する。過去には人間により森林が伐採され分布域が広がった。しかし開発による生息地の破壊、乱獲、農薬による中毒死、電線による還元種などにより生息数は減少している。旧ソビート連邦での1970年における生息数は約8650羽。 1980年における生息数は約2980%と推定されている。ありがとうございます。